まあ要するに天然のもの、そう、まあ、オーガニックオーシャンというかな、あのサステナビリティのシーフードがものすごくあの大変な時期に入ってますね。まあ、今年はあの紅鮭、あのサーカイサーモンがもう取ったらダメと言われてるから、それからもうもちろん使えないし、だからうちはもうできるだけ、まあ、その代わり別なサーモンが取れましたからね、あのキングサーモンとか広報ピンクサーモン、それをうまく利用して、まあ、うまく調理してもう対応していきたいなと思ってますね。それから何があってもあの自分でこの臨機応変にできる時代だと思いますよ。なおかつもう肉離れがあるし、それでもうそのようにそのサーモンが取れない、サーカイサーモンが取れない、もちろんサーカイサーモンだけじゃなくてもう見る買いも高い、取れても高く、だからものすごく大変な時代な、だから基本的には無駄をなくする、もう絶対あのちょっとでも何でも使う、そういう、もう 時代に測って、それはもう僕は昔から考えてますから、もう絶対無駄をしないと。だから皆さんに言いたいのは、やっぱりその、うん、食べるものはやっぱあの粗末にしないで最後まであの使ってもらいたいと僕は思いますね。いつでも私は来たのは1971年、あの当時は肉がまあ金持ちのステータス、魚はまあ貧乏人が食べる感じだったんですよね。今はそれは逆転しましたね。それからあのこの前ノーバスコシアが来られたお客さんが言われたんですけど、ラブスターがね、向こうではもう貧乏人の食べるポアピーポーのイートだなんて、それが見てくる、今はもうラブスターめちゃくちゃ高いと、肉の方が安いと。日本でもそうじゃないですか、トロ、トロと赤身があって、トロはもうみんな庶民、もうプアの貧乏人も食べるもの、赤身はもう金持ち、でも今はトロの方が高い、めちゃくちゃもう10倍ぐらい。そうだからいかに何ちゅうかな、うん、人に惑わせない、メディアにも惑わせない、自分で考えて、そういういいものはいい、やっぱりここで取れるものを大事にして使っていかなかったらダメですよ。僕はいつでもそう思いますね。だから僕は食材使うの、野菜でも鶏でもあの肉でも、みんな現場に行って、あ、ここで取れたもの、ここであの飼育されたね、そういうものをちゃんと見てあの料理しますね。そしたら分かるんですよ。ただマーケットに行ってあの買って、あ、金出したからこんだけくれちゅう時代じゃないです。やっぱり自分でどのようなプロセスで作られるかちゅうのを感じたらね、そんな無駄なことできないんです。だからお客さんにもいつも言いますよね、 たまにはちょっと言い合いになるようなことはあります。でもそれはね、やっぱり作ってる人のことを考えてもらいたいと思います。